ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただくお車がメルセデスマイバッハ S550 2015年式19,200km、 こちらの車両になります。マイバッハ初ですね。初めてですね。ですよね、はい、で僕今回紹介するにあたって、ちょっとさすがにちょっと予習しようと思ったんですけど、はい、何も出てきませんで車がもうこれショーファーカーなんですね、はい、そうですね。でこうインプレッションとかってまずないじゃないですか。わー確かに、もうとにかくこういう車が出ました、はい、こんな装備がついてますっていう記事がパラパラパラって出てきただけで、あんまりこれについて掘り下げてるのがなかったんですよね、なんでちょっと今回土方さんに乗っかろうかなっていうどういうことですか、はい、どうにしますか。ちょっと触ってないと普段ちょっと見たこと、ね、見るのもちょっとあんまり機会がないんで、はい、まじまじこういろいろ今回触らせてもらったのも初めてなんです僕、はい。まあ、基本は S クラスなんですけどね、それがちょっと若干ストレッチされてるっていう、以前のマイバッハとは違って若干コンパクトになってるっていう、まあいろいろこう経緯をたどりながらここに至ったんじゃないかっていう感じはしますけど、なんか車の立ち位置も最初こう、まるで別のブランドで、もう衣装に関しても全く別の車がこうバチンって出てきたんですけど、はい、この方からちょっとこう S クラスに吸収されたというか、そうですね、もう完全にメルセデスベンツとしての中のグレードというんですかね、車種というんですかっていう風な位置づけになっているのかなと思います。もともとはマイバッハっていう、当然エンブレムも違ったじゃないですか前の方は、なんですけど今回はメルセデスマイバッハというので、エンブレムもそう、ここも普通のメルセデスの、はい、ただ前回りに関しては、マイバッハっぽさというかマイバッハたるところが、ほぼないです、はい、知らない人が見て本当に S クラスですよね。そうですね、はい、で横見てあれなんでこれこんな長くないのみたいな感じですよね、はい、ただちょっとなんか専用になってるんですか、はい、ちょっとずつほんのちょっと衣装が違う部分があったりとか、だから先代みたいにこうガラッと変えてくるんじゃなくて、はい、少しこうニュアンスを変えるぐらいで、そうですね、メルセデスの中のショーファーカーを担うグレードというんですかね、はい、ラグジュアリーの方の、まあ、トップグレードじゃないですけど、そうですね、一番上の立ち位置になってくるかな、はい、になると思いますね。これはちょっと笑ってるっぽいですよね、はい、微笑んでる感じですか。で特に AMG がこう、はい、いかついこう、あそうですね、はい、うん、獰猛なちょっと野生動物みたいな、はい、ちょっと前回りじゃないですか、逆にちょっとこのぐらいソフトな、はい、ちょっと高級車らしくって、そうです、ね、いいかなっていうふうに思いました、はい、で、あとは早速横回ってみましょうか、はい、こっちでいいですか、はい、で足元がやっぱりちょっとこのディッシュの、このピカピカのホイールを見ると、はい、まあ、ちょっとこのラグジュアリーの上の方のグレードだなっていうふうに感じます、はい、これが専用のホイールですよね、はい、そうです、20インチの単造ですね、のアルミホイールになります。オプション設定されているものですね、はい、また S、ディッシュのホイール似合いますよね、いや似合いますよね、S というか高級車というか、はい、こんな感じで、ポリッシュなんですね、しかもポリッシュです、はい、メッキとかじゃないんですね、こんな感じのホイールが装着されてる、はい、で当然ながら今回の車特にカスタマイズとかっていうのは、はい、今回は特にはされていません、まあ、いじる車じゃないですもんね。そうですね、でもいじられてるお客様も中にはいらっしゃいますけどね。あ本当ですか、はい、アルミホイール入れてロワリングしてっていう、あなるほどなるほど、はい、ちょっとこう爽やかにいじるぐらいだったらいいかもしれないですね。そうですね、はいはい、であとはもう何といってもこの横の長さと、20センチぐらい長いんですよね。20センチで、およそ20センチですね、はい、全長5メーター46でしたっけ確か。 S のロングよりさらに長いという20センチこのぐらい長くなってるという。そうですね、もうこれって、ドア1枚にする必要なかったんじゃないかなと思っちゃうんですけど。どういうことですか。いやだからここピラー太くして、あーそういうことね、はい、これだってドアでかすぎじゃないですか。あ確かにね、クーペ並みですよ、狭かったら、まあ、狭いとこ行かないんでしょうけどちょっと車の使う場所も選んじゃないですかこれ。それこそホテルの車寄せとかだったらいいですけど、ちょっとこうなんですか、普通の環境だともう止められないし、開けられないし、だって駐車場もはみ出ちゃいますよね。いや全然ですよね、はい、だって普通に S クラスロングだってやっぱり普通にこう駐車場に入れると他の車に嫌な顔されるじゃないですか。ですよね、頭出ちゃいますから、はい、
それより20センチですから結構ですよね。当たり前ですけど、あの線が引いてある駐車場、はいはい、コインパーキングとかもう無理ですよね。いやもう無理ですよね。どうするんですか。もうそれ選ばれた人しか選ばそうっすね、所有できないってことなんですか、ね、はい、だと思います。もうでもそういうとこ止めないんじゃないですか。止める前提のある方は当然変われないですし、まあ、日常使いするというよりかは本当にその法人名義で、はい、そうですね、はい、まあ、送迎に使ったりとか、うん、でもまあ僕は個人的には日常使いありかなと思いますけどね。あ、なるほど。でもそれはご自宅とかいろいろ環境が整ってないと無理じゃないですか。そうですけど、はい、そうですけど、あ、じゃあもっと言ってしまうと、そのどこの都市部っていうことではなく、国産でも、アメリカの、あのメーカーでも意外と長い SUV ってあるじゃないですか。ありますね。トヨタのハイラックスで、はい、今最新型のやつって結構長いじゃないですか。長いですよね、あれ。すごく大きいんですよ。で、まあ、ちょっと前にシエナで結構ね、あの逆輸入の車がに都内でも関西でも名古屋県でも走ってたりとかしてましたし、そういうことを考えればタンドラとかもそうですよね。ああ、そうですね、はい、ダブルキャブのあの、ああそうですやつだったらだいぶ長いですもんね。5メーター70とか確かあったかなと思うんで、確かに。で、まあ、あの普通に乗る分には全然その長さをこの車感じないんですよ。あとは、まあ、ちょっと古いキャデラックとかもう5メーター、そうっすね、はい、60とか70とかあったので、乗るのは全然支障ないと思うんですよね。よっぽど狭い駐車場じゃなければ、はい、まあ、一番問題はご自宅でしょうね。あ、なるほど、はい、ずっと置いとく場所がどのスペースあるのかっていう、そっちの方が大事だと思います、はい、確かにそっちのアメ車とかのサイズ感から言ったら、うん、十分ちょっと乗れる車ですね、うん、所有できる車、まあ、な気はしますね、確かに、はいはい、そしてこのピラーがこのちょっとステンレスですか、はいはい、これは、はい、専用ですね、マイバッハね、専用のパーツなんですね、はい、もうとにかくでかいし、このメッキのパーツが似合うし、そうですね、はい、なんかでも、そう、ちょっと開けちゃっていいですか。はい、開けちゃいましょう、はい、ちょっと一回もう、外装の今、紹介ですけど、ドア開けてみますね。ただこの開口部が大きいっていうので、多分乗り降りしやすい、だからドアを小さくすると、例えばピラーを大きく取って、ドアがここからだと、乗り降りがあまり、ね、楽じゃないというか。開口部でかすぎじゃないですか。でも多分考えとしてですよ、考えとしてそういうシチュエーションって少ないでしょうけど、例えばあの女性がドレスを着たまま乗り降りしやすいとか。あ、なるほど、はい、まあ、当然一緒に乗る男性もフォーマルでピシッとしている状況とかっていうことを設定して考えてるんだ、ではないかと。ドアもこう自分で開けるというよりか開けてそう開けていただいたりすることが多いのかなという考えじゃないですか。なるほど。で僕自分だったらあの自分でもし買えるんだったら僕普通に乗りますね。あ、ちょっといじってそれもでもいいかもしれないですね、はい、はい、全然。だ前のマイバッハだとさっきからまあ触れてるように長すぎるんで、やっぱりこうオーナーカーとしてハンドル握ってどっかっていう感じにはならないじゃないですか。 5m70、80なんで、このサイズまでだったらなんかギリギリ、確かに、はい、それはあるかもしれないです。なんとなくいけちゃうかなみたいな。この上のプルマンとかになっちゃうと、はい、ちょっとこう運転しててもあれ運転手さんみたいな、本当にあからさまになっちゃうじゃないですか。確かにここまでだったらギリこうギリなんかショーファーカーって言ってもショーファードライバーズカーって言っても、はい、まあ、確かにちょっと支障ないかもしれないですね。そうですよね、確かになんとなく、はい、でこの辺はしっかりマイバッハ、マイバッハですね、はい、はい、ついてたりとかするんですね、うん、はい。で後の衣装に関してもこれ S クラスと、うん、そうですね、うん、もうほぼほぼ S クラスの、うんうんうん、あの外装と同じですね。だからよく言えばこれあのちょっとらしさというか特別感ないかもしれないですけど、うん、逆に言うと乗れちゃうですね、うん、なんか S クラスの延長線上でそのまま、はい、これだから新車の時の価格設定もちょっとそこ狙ってというか、はい、あるかなっていうのを僕思いました。だから全然 AMG の一番上の方が全然高いんですよね。そうなんですよ、なんですよね、はい、だからあくまでも S クラスの上みたいな、うん、なんていうんですかね、上って言ったら変な言い方だけど、はい、より豪華でした。そうですそうです、はい、そんな位置づけなのかなっていう、全く別物のなんか超豪華ショーファーカーっていうよりかは、うん、もうより贅沢にしたっていう、そうですね、はい、
そんな位置づけなのか、はい、確かにそうするとこうやって中古市場で出てきた時に、うん、まあ、乗りやすいというか、うん、まあ、いろんな乗り方をしても、うんうん、いいんじゃないかなっていう、はい、どうしても固定概念でこう特別なすごいショーファー感なんてもう送迎というかその、はい、ピシッとした格好して、あ、そうですね、はい、後ろメインで、はい、はい、社長が乗ってるっていうイメージですけど、はい、まあ、確かに使えるかもしれないですよね、はい、かっこよくないですか、家族で乗ったら。かっこいいですよ。これかっこいいです、はい、確かに。じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います。この辺も一緒、はい、そうです、一緒ですね。ですかね、はい、あ、でもこの奥のこの部分がちょっと違うんですね。ちょっと違いますね、はい、むしろ S クラスよりちょっとだけ ここの部分だけ広い、広くなってますね。ですよね、ちょっとだけ。 S だってここ、はい、まっすぐですよね、はい。あとは他には全部一緒な関係、うん、感じですかね、はい、ほぼ一緒です。はい、なるほど、うん、こんな感じのトランクになっております。はい、すいません、今回は、はい、運転手感出ちゃってるんで、ドアミラーが見にくい場合は助手席誘導させするかヘッドレストを外してください。ちゃんと出るんだね。あ、そうなんですね。すごいですね、これ。これだって、はい、僕の短い足っていうのもあるんですけど、はい、もう届く気配が全くないです。全くないですね。全くないです。いやー、はい、オットマン出したら最高だね、それね。出します。え、ちょっと待ってください。うわ、生意気ですね。社長、今回ちょっと社長ごっこなんでちょっと許してください。うわ、はい、そしてシートも、うわ、最大 43.5 度。もう45度じゃないですか。もう本当だね。ああ、倒れるらしいですよ。あ、ここまでか。すごい。ちょっとだけ ミラーだけ見たいんで、ちょっとだけ下げるよ。大丈夫、ちょっとだけね。ちょっとどころかだいぶ下げても僕の足には届かない。ここで見えます。大丈夫です、はい、すごい。ちょっと怖いんで、はい、すごいです。じゃあちょっと一般道をゆっくりと走ってみましょう、はい、お願いいたします。スタートします。すごい、超ラグジュアリーで、ちょっと今回あのいろいろフロントの紹介も省きましたし、エンジンルームも省きましたけど、うん、これちょっとそういう車じゃないかなと。そうですね、エンジンちょっと触れておくと 4.7 リッターですよね、はい、そうです。 V8 エンジンが搭載されております。はい、あとその上に V12 も、うん、ありますね。あると、うん、これちょっと最高すぎますね、うん、ただもうドアとか長すぎて、うん、はい、デザインがこれちょっともう取ってつけた感がちょっと感じてしまいます。そこ足りないですね。足りないですね。足りてない、はい、ここの先がいなくなってるっていう。すごい、これ超でかい、超でかい、超でかいね。でサンルーフもでかい。いや、動画なんでお許しください、こんなふざけた野郎が後ろで社長ごっこしてますけど、これもう寝てけますね。完全に寝れるね、はい、あ、すげえ。そしてリアの装備はエアコンがもう当然の4ゾーンですよね、うん、はい、でディスクが入ったりとか、うん、モニターがシート後ろについてメディアが楽しめたりナビが見れたり、あと設定なんかもちょろっと触れたりとか。そうですね。でこれあれですよね、このちょっと装備が追加されてるだけじゃなくて、はい、僕あの資料を読んだら、はい、シーリングとかも特殊技術が使われて、はい、より静寂性と、はい、快適性がアップしてるらしいですよ。さすがですね、はい、あとその消音材、はい、なんかも最適なものに全部やり直して、はい、であとこの車が長くなってることで、はい、風切り音なんかも低減されて、はー、よりこう後ろの快適性が高められてるらしいです、うん、おだただの切った張ったのその、うん、リムジンじゃなくて、うん、フルマンじゃなくて、うん、はい、全部こう見直されて、うん、後ろのこの乗員のために全部やり直されてるんです、うん、なるほど。もう言うことはございません、はい、最高すぎます、うん、これいいですね。いいですか。いいです、うん、はい、買いますか。買いたいです。ファミリーカーにちょっとあの駐車場どっか2台分くらい借りないといけないんですけど、はい、はい、あのこれでお子さんの保育園の幼稚園の、あ、いいっすね、お迎え行ってください。あれそれなんかさっきカメラマンが言ってましたよ。アメリカの YouTuber で、はい、マイバッハ買って子供迎えに行くっていう動画ありましたよっていう確かにそれいいっすね。でもアメリカでどういう風に受けられるか分かんないですけど、はい、一般的に日本だと多分皆さん引きますよね。そうですね、ドン引きですね、
いやでもこれ、うん、中古で今だったらなんかちょっとそういう使い方してもなんかね、うん、はい、ちょっと楽しいかなっていう、楽しめるかなっていう感じしますね。はい、いやこれいいっすね、うん、もうヘッドレストとかも超ふっかふかっすよ。本当ですか、はあ、そのシートベルトがすごいね。シートベルトもね、エアが入るやつですよね。はい、はあ、もう安全って言ったらだからメルセデスじゃないですか。はい、はあ、こんなところも全部、いやこれなんかもうすごいっすね車に乗ってる感じしない、20センチ長いだけなのに。すごいですか、船乗ってるみたいです。あ、本当ですか。って言ってもそんなに船何回も乗った経験もないですけどこれなんすかね、ちょっと不思議な感覚しますよ後ろ、はい、いやでも運転してても、はい、ホイールベース長いでしょ、だからこうギャップを超えてる気がしないんですよ。あこの車で、はい、新運転してインプレッションするのもおかしな話ですけどなんかね、なんか不思議です、乗ってても運転してても。社長になりたいです頑張ってください頑張って社長になります。はい、はい、これはでも本当にでも中古でもう一回ちょっと別の楽しみ方しても楽しめそうだし。そうですよね、はい、なんかいいかもしれないですね。もう繰り返しになっちゃいますけど、うん、やっぱりこう前のマイバッハは見るからにリムジンじゃないですか。うん、そうですね、うん、これはちょっとそこまでではないのでS クラスの延長線上と考えればありかなっていう。しかも550だし。そうですね、はい、いやーこれちょっとあの長距離とか移動してみたいです。うん、足とか余裕でもう僕の短い足でも余裕どころじゃないですよもうちょっとマイバッハのカタログなんかこう白人の男性の方がはいちょっと後ろで携帯いじくってるみたいな、はい、確か写真なんですよ、はい、そうなりたいです、うん、もう細かくブラインドも当然、はい、サンルーフも、うん、はい、後ろもこの隣の車の人たちもまさかこんなふざけたやつが、うん、マイバッハの後ろに乗ってワイワイ言ってるとは思うまいっていうわー、だってもう外から何も見えないですもんね、ブラインド上げると、うん、そうですね、いいな、うん、そしてこの辺が、あ、一応細かく車両設定、パネルヒーターでこれ、うん、アームレストっていうかそのこれオンオフ、もうどこまで温めれば気が済むんですかっていうシートヒーター当たり前で本当にもう、でこれで戻って他にも設定で、シート設定で細かくランバーマッサージ、シートヒーターバランス、バックレストサイド、この辺なんかも細かくできると。あとメディアなんかもこれで後ろで全部操作できちゃうし、はい、うん、ナビもこんな感じで使えます。いやいい車があるもんですね。本当ですね、はい、でこの今ふざけた仕様にしてますけど、はい、この足置くやつも出せるんですよね、うん、はい、あの広すぎてまず足置くやつが届きません僕の足ではちょっと待ってあこれか、うん、ようやくこのぐらいにして、はい、ちょっと使用された形跡がないんで置かないですけど、はいはい、足が置けると。え、でもこのサイズしか出てこないんだ。そうですね、見たいっす。へえ、ちょっと待って、こんな感じで、これじゃあ助手席乗っても、うん、こんだけ広いんで、うん、
普通に多分普通のポジションでもですよね、はい、十分以上というか、はい、普通に飲んだらこんな感じですか。あ、そんな感じです。十分広いです。これね、この状態でも広すぎますよ。30センチ、40センチぐらいありますからね、膝から。あ、そう、はい、助手席も十分広いですよ、ポジション的には。これ大人4人超快適ですね。超快適です。そしてこの中は、はい、RCA の入力、映像がなんか入力できるようになってるんですかね。そうですね。だと USB がついてて、うん、はい、あ、ごめんね。で、ドリンクホルダー、うん、はい、でこれも一応跳ね上げができるんですよね。跳ね上げ普通に、はい、5人乗りというか、はいはい、後ろも乗れるようになってるんで、はい、こんな感じで、はい、いやもう最高です。ちょっと一眠りしていきたいです。あ、そうですね。なんかあの僕 ただ単純にこう、もう運転手感、はい、出ちゃっててつまんないですね今日は。すいません。いいえ、運転した感じはもう、じゃあそんなにこう特に長さは気にならない。もう全く感じないですよ。気にならないです。そうなんですね。はい、まあ幅だったりはもう一緒だし。そうですね、はい、普通に S クラス乗ってる感覚です、うんうん、まあ、あんまり長すぎちゃうと、もうそれこそ、うん、本当にリムジンじゃないですけど、うん、そうするとあの内輪差をちょっと意識しないととかってなっちゃうんですけど。そうですね、ここぐらいまでだったら、はい、全然いけるんじゃないですか。確かにさっき石川さんおっしゃってた通り、アメ車のセダンって言ったらもっと大きいのとか。そうなんですよね、はい、普通にあるし、普通に皆さん乗ってらっしゃったりするので、うん、だからまあ普段使えたら変な言い方ですけど、十分乗れるその範囲というか、うん、だと思います。あ、これヘッドレストもこれリアシートもすげえ細かく調整できますね。できます、できます。調整が細かいですよね。僕もこの間ちょっといろいろいじってみたんですけど、はいはい、わー涼しい、うん、ベンチレーションこれめっちゃ涼しいやつだ、うん、なんかベンチレーション強くないですか。強いです。でしょ、はい、お尻の下がスースーします。うん、もともとマイバッハ親子を始めたエンジン屋さんですよね、うん、そうです。車を作ってみたり、はい、メルセデスと合併したり、うん、紆余曲折を経てだってダイムラメルセデス、はい、ダイムラベンツ、はい、ゴッドリープダイプラー、あ、うん、なんだっけ、ゴッドリープダイプラーだっけ、はい、と最初に立ち上げでたメンバーの一人の中のマイバッハさんってことですよね、はい、技術主任者。そうですよね、はい、って言ってました、うん、もう一回メルセデスメージを見せてね、本当に、うん、行こう、行きましょう、うん、じゃ社長に提案します、はいはい、知ってます。だって肘川さん、メルセデスメージアム行くと、うん、あのまず車の展示じゃないんですよ、うん、はい、エンジンの展示でもないんですよ、はい、馬が置いてあるんですよ。うらや、最高です ね, ね、最高です、ね、そこからって最高です。カメラマンと2人でここからって、うん、でようやく部屋に入って、うん、一番最初のエンジンが出てくる。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで今回はメルセデスマイバッハ S550 をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。